アニメセレブレーションは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハリウッドエリアにあった、ウッディー・ウッドペッカーを主役にした、超アトラクションである。2001年3月31日、パーク開演と同時にオープンした。2016年6月1日より、本アトラクションは、長期の休止とされ、2018年4月1日より、再開すると発表されていた。 しかし2017年12月21日に、お猿のジョージをテーマにしたアトラクションのオープンを発表したと同時に、本アトラクションに関する情報が、パークの公式サイトから消え、予告なしのクローズとなった。海外のパークにも、ウッディーウッドペッカーをテーマにしたアトラクションはいくつか、あるが、映像として登場するのは本アトラクションのみであった。プレショーは、アニメーションスタジオで行われる。 松井シナリオライターをはじめとするアニメーション制作に関わるスタッフがモニター上でゲストを迎えゲストはウッディウッドペッカーの制作に使用されたアニメーションプロセスを学ぶメインショーはデジタルスタジオで行われるアニメ監督である吉川哲也がゲストを迎えるアニメーションが完成したばかりでそれを再生しようとすると事態は一転するウッディが アニメの中から出てきてしまったのである。吉川はウッディを捕まえようとし、ドタバタ、劇を繰り広げる。ユニバーサル・スタジオは、グランドオープンするユニバーサル・スタジオ・ジャパンのために、パークのメインキャラクターである、ウッディー・ウッド・ペッカーが登場するショーを制作することを計画した。俳優とアニメーションが融合する映画は、古くから制作されており、これを現実で再現しようと考えた。 これを制作したのが BRC イマジネーションアーツである。一瞬のズレが許さないキャストのみならず、ステージ上の仕掛けや BRC が特許を持つホロビジョン、技術も採用されている。本アトラクションはテーマエンターテインメント協会の制定するティアワードアウトスタンディングアチーブメントショーアトラクション部門を受賞した。ありがとうございます。